ドン・フェローズは、アメリカ合衆国の俳優、声優である。1922年、ユタ州のソルトレイクシティに生まれる。ウィスコンシン州で育ち、同州のウィスコンシン大学へ進学。後に、リー・ストラスバーグに支持して、アクターズ・スタジオで演劇を学んだ。1968年に、早くで、アンソニー・パーキンス主演の、かわいい独創などへ出演して、俳優デビュー。 1973年にはイギリスへ渡り、舞台へも進出して、アメリカとイギリスの両方でキャリアを築いた。1981年に、スティーブン・スピルバーグ監督、ハリソン・フォード主演の冒険活劇、レーダース、失われた、アーク、正規へも出演。フォード演じるインディアナ・ジョーンズに、正規の探索を依頼するアメリカ陸軍、情報部隊佐を演じている。 1980年代からは、声優としての活動も目立ち、日本製作のアニメ映画、オーディーン講師反戦スターライトや、ルパン三世、バイバイリバティ、危機一発、機動警察、パトレーバーザムービーなどの作品の英語バージョンの声を当てた。2007年、イギリスのロンドンで死去。84歳だった。ありがとうございます。